どうもトメンテニチャンネルトメンです。 MJ です。はい、今回 MJ が担当します。はい、今回は手打ちにならないためにということで、はい、なるほど。まあ手打ちってのはもう永遠のテーマでもあると思います、うん、はい、僕らでもまあやっぱ手打ちになること山ほどあるじゃないですか。ありますね、はい。まあでも原因とか、うん、まああのこれが手打ち、私手打ちになってますかとか、うん、まだその手打ちになってるなって分からない段階の方も言い張るじゃないですか。そうですね、もちろんね、そうですね、レッスンをしてたら言い張るんで、うん、まあこうなってた手打ちになりますよとか、うん、原因だったり、まあ解決方法っていうのを解説できたらいいかなと思います、うん、なるほど。でね、はい、最近全然関係ないですけど、はい、僕実はラケット変わったの知ってました？知ってますよグラフィティ今更ですけど、変わったというか、うん、もうなんか今更感ありますよね、うん、まあやっと慣れてきました、まあまあまあ、やっと一瞬プレステージ挟みましたよ。一瞬ね、ショート動画とかでね一本だけ横動画でもあるんちゃうかななんかね最近プリンスのね、あ、はいはいはい、わかります、あれ、あの真っ黒のね、はい、黒塗り状態のやつですね。そう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 、エクスペリメンタルって書いてる、書いてるやつか、やつ、あれ結構見るじゃないですか、うん、SNS で、あの、まあ、プリンス志陽選手がなんか SNS で売ってるの見ますね。見ますよね、うん、あれ使ってみたいな、なんかちょっとなんか良さそうっすよね。ですよね、うん、なんか使ってみたいな。しかもあのなんか多分デザインは出るんでしょうけどはいはい、はい、あの真っ黒っていいじゃないですか。そう、真っ黒一回ちょっとあれ使ってみたいですね、うん、結局あの真っ黒もなんか真っ黒真っ黒で発売してほしい。そうですねあれなんでなんでしょうね、ほんまに。まあまあカラーを出さへんっていう、まあ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 、あれなんでしょうけど、うん、でも一回売ってみたいですね、確かに。一回売ってみたいですね、うん、あれもうぜひね、その時はね、なんか動画にできたらいいなと思うんですけど、うん、はい、そうですね、はい、ね、あのプリンスのね、真っ黒のラケットちょっと使ってみたいですね。使ってみたいですね使ってみたいですね、レビューしたいなっつって、はい、まあ、あの他のラケット使うなら今あれかなみたいな感じで喋ってて、ね、うん、はい、ぜひね、ちょっと使ってみたいなってはい、レッスンやっていきましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、手打ちにならないために一つ目ということで、まずは、まあ、手打ちにならないためなんですけど、リラックスした状態で腕のみでボールを飛ばす感覚っていうのを掴んでもらいたいと思います。あの手打ちにならないって言ってるのにまず手だけで打つんかいって思うかもしれないですけど、やっぱり手打ちになってしまう方っていうのは動きが硬くなってしまったり、力が入ってしまったり、まあスイングが小さくなってしまったりっていうのが結構多い。あのもちろん打点が近くなってそうなってしまうとかもあるんですけど、やっぱりこう腕のしなりでラケットを振り出してボールをしっかり飛ばせる、まあ、力を入れなくても飛ばせると、手打ちっていうのは力が入ってしまって手打ちで失敗するっていうのは結構減ってくるかなと思います。まずちょっと実際打っていきたいと思います。こうやっぱどうしても力が入ってよいしょってやってボールが飛ばないとか、まあもしくはこう打ってるけどこうどん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 浅くなっていったりとかしてしまう。これを別に足とか最初はそんな気にしなくていいんで、腕のみでいいんで、リラックス状態でしっかりボールを飛ばせるようにする。ただその時にどうしても打点が自分の横とかになってしまうと力が入ってしまうんで、横とかで捉えると前に飛ばそうとするので力がどうしても入ってしまいますから、まず打点をしっかり意識してもらう。リラックス状態で、まあ、素振りをした時にここら辺で音が鳴ってしまっている方はちょっとこうここから力が入って加速、まあ、加速しきれてない状態なんですけどね、振ってしまってるかなと思います。ですので少し前あたりで素振りをした時にヒュンとこう音が鳴ってもらうようなスイング、をしてもらえたらリラックス状態で振り抜けるかなと思います。振り抜けるかなと思います。だから上半身面で言ったらまずは力を入れて飛ばすんではなくて、リラックスした状態で腕のスイングだけでいいからボールを楽に飛ばせるようにする。この時に打点が近くなってしまうとなかなかできなくなってる。もちろん引くのが遅かったら近くなってしまいますから、準備はパッと早めにしておいて打点を少し意識しながら、斜め前で捉えるのを意識しながら腕のみで
リラックス状態でボールを飛ばすっていうのをまず練習してもらったらいいかなと思います。はい、2つ目です。2つ目は、まあ、手打ちになってしまう原因といたしまして、まあ、まず1つ目で言ったように打点が近くなってしまうっていうのが、まあ、結構1つあります。でもう1つが、まあ、1枚目で言ったんですけど、セットが遅いと、ラケット引くのが遅いと、これも打点が近くなってしまう、結果的に近くなってしまうんで、慌ててしまって近くなってしまうんで、これもセットが遅いと手打ちになりやすくなります。で、3つ目もう一つなんですけど、もう一つは体が打つ前に伸びてしまうと、体っていうのはこう回ろうとしてしまうんで、開こうとしてしまうんで、まあ、体が開いてしまう状態ですね。ですので2つ目は2ポイント目は体ができるだけ開かないようにする。で、開く状態っていうのを自分でしっかり理解していく、開く場面ですよね。どういう状況で体が開いてしまうか、例えばもう左手が最初からこう出てたらいいんですけど、左手が出てない、肩が入ってない状態だと、もう最初から体が開いてますから、どうしても打点が近くなって、まあこれを無理やり飛ばそうとして力が入って手打ちになってしまう。これをリラックス状態で打とうとしても、やっぱり体が前向いてるからちょっと振り抜きにくくなってしまうんですよね。でもう一つはグッと左手入れてるんですけど、体が先伸び上がってしまう。これは打ちたい打ちたいって思いすぎると、例えばチャンスボール来たとか打ち込む、強く打ちたいという時に思い込みすぎると結構、起こりやすいです。こうさあ強いの打つぞの時にここで伸び上がってしまうと、力って抜けてしまって、結局こっから手で飛ばそうとしてしまって、まあ、なんていうんですかね、暴投してしまったりとか、まあ、ネットしてしまったりしやすくなるんで、できるだけこの足の力を伝えるためにも、打とう打とう、上半身からもう必死に打とうってしすぎないっていうのを意識してもらったらいいかなと思います。よっしゃ打つぞってなりすぎるとやっぱ体伸びて、これでまあ実際打ってみるとこうやって真ん中を外してしまったり、チャンスボール来た、あれ当たり悪いな、下向いてしまってネットしてしまったりするんで、これをうまいことこう足の力、下半身の力を伝えていくためには、上半身がある程度リラックス状態にないと、ここで力んでしまうと伸びてしまうんで、力まずに振り抜けるといいかな。これはまあ1ポイント目につながってきますね。1ポイント目のリラックス状態で振り抜いていけるっていうのができてるからこそ、下半身が先に伸びてしまうっていうのが減ってくるかなと思います。だから2ポイント目に関しては、まあ原因をしっかり理解しておくっていうのを意識してもらっていいかなと思います。はい、最後3つ目です。3つ目はですね、ある程度膝のこのクッションですね、柔らかく膝を使えるっていうのを意識してもらいたいなと思います。やっぱ足が棒立ちになってしまったり、逆にこう曲げすぎて固まってしまってる。で、あとはまあベタ足ですね、足全体が地面についてしまってると、これ動きがちょっとこうとっさの動きとか動きが硬くなってしまって、例えばボール打つ時にちょっとボール遠いとかいう時に、ここから膝が動かなくなってしまって、まあ、棒立ちやったとしたら動かなくなってしまって、どう調整するかって言ったら、こうやって手でどうにかこう伸ばして調整しようとしちゃうんで、これも結局、手を伸ばして打ちに行って、この時にやっぱ力も入ってしまうんで、手打ちの原因になってしまうんで、そこで膝のクッション、膝を柔らかく使えてもらったら、ちょっとボール遠かった時にこうその方向に若干伸び上がったりとか、まあ、早くこうパパッと動くこともできるんで、まあ、一歩こうステップインを入れることもできるし、サイドに振られてたとしてもこうパーンとこう膝の柔らかいクッションで軸を保ちながら、力で飛ばさなくても打つこともできます。これが横に振られた時に棒立ちやったら、
やばい、うーんって力でいってそのまま流れてしまうとかいう風になってしまうんで、できるだけ膝のクッションっていうのを柔らかく使ってもらえると、ちょっとしたボールの、ズレとか、もちろん力を伝えていくのにも役立ちますし、ちょっとしたズレとか、ちょっとしたこう体のなんていうんですかね、左右の動きにも対応しやすくなっていくんで、これが止まってしまってるとどうしても手でどうにかこう合わせをどうにかしようとしてしまうんで、それがまあ手打ちの原因になってしまうかなと思います。ですので3ポイント目は膝をしっかり、できるだけつま先重心、かかとはそんなこう、ベタッとベタ足にならない、軽く、でも曲げすぎ、伸ばしすぎの曲げすぎはめっちゃしんどいんで、しんどくない程度に軽くジャンプしてクッと着地する程度、柔らかく使えるようにしてもらって、ちょっと遠かったらグッと前に力を使ったりとか、横やったらパーンとこう足を入れ替えたりとか、それをスムーズに行えるようにしてもらえたらいいかなと思います。でこの膝を柔らかく使うことができたら、動き出しとか戻りっていうのもスムーズに行うことができるんです。これがベタ足棒立ちで、はいお願いしますって言ったら、動き出しもやっぱ遅くなってしまうし、打った後にバーン戻るのも遅くなってしまう。これを柔らかく使えてたら早く動けるし、軽く楽にこう戻ることができるんで、まあ、リズムも取りやすいですよね。リズム取りやすくなって、対応、どんなボールにも対応しやすくなるとリラックスしていって、上半身の力って抜けていくと思うし、手打ちっていうのは少なくなっていくかなと思います。これを最初の1ポイント目の、上半身のリラックスして、振り抜いていくっていうのを合わせながらやってもらえると、結構手打ちっていうのは減っていくかなと思います。ラストします。膝を柔らかく使うっていうのを意識してもらいたいと思います。高評価、コメントよろしくお願いします。